パチンコの世界でしか生きられない人々がいる。これはパチンコ界においてブルオカ君と呼ばれた伝説のギャンブラーの物語である。今のところなんかそんななんかめちゃくちゃうざいような煽りとかもないんで、あ、なんか普通にロングスパンで打てるかなって感じ。ちょっとね、通常時の演出が脂っこすぎたらやっぱ打てないもんな。ちょっとうぜえなってなるもんね。ランダムシードがそうやったもん。高音の疑似連がチャカ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 キン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 うるせえけ、うわこれもちょやってらんねえなってなるんやけど、まあ、今のところねなんか普通に明日への方向と同じようなエヴァ15と同じような感じで打てるわ。いや俺このねあのスマパチの方のこのシードの筐体がめっちゃ好き。おおおおなんだ赤いよ。あ、おわ一瞬格納庫が見えたやん。すん、なにこの疑似連イラつくな、うん、この疑似連マジムカつくな。いやまだまだまだ、よしよしよし赤の継続までいった。熱いよこれ、多分熱いやろ。熱いんじゃない、最後までいった。ここも継続とかもしあれば、あ、継続とかないんだね、うん、このままバトル発展。おい、偶数シングルテンパイだったのにいつの間にかダブルテンパイに昇格してんの。おいおいおい、もうマリちゃんやめてくれよ。え、これえ、ちょっと待って、これさすがになんか行くやろ。行かんのかい。あ、行くんか、これ行ったんかね。いや、共闘じゃない、覚醒じゃないとダメなんじゃない、覚醒じゃないとダメなんじゃない、どうなん。いや、赤テロップとかちょっと待って、チャンスアップのパターンが見えない。うわー、ちょっとまず23のダブルテンパイの時点でこれ前作のアスカリーズと変わんないでしょ。ああ、もうはい、ハズレクソメガネいい加減にしてくれよ。おい、ハズレクソメガネいい加減にしてくれよな。はい、ははは、はい、これはぬるいね。ちょっと今のムカつくわ。いや、なんなら偶数シングルテンパイだったのに、あのエヴァ15と同じ法則が適用されるんであれば、あれアスカリーチの 2,3 テンパイで格図跡っていう感じで終わっとるやろ。図柄が弱いんやっつって。おーおー、赤保留やないこれ。肉団子保留来たよ。日水の肉団子保留あるんだね。いや、入っとってくれ、頼む、かかってくれ、これでかかってくれ。もう2万8000使ってる。いや、 V は光るよ、頼む。これ経由は、これ経由は弱いんだけど赤保留でもなんとかなるやろ、頼むよ。ドン、うん、赤コンテナ演出が使い回しなのかな。肉団子完全使い回してる。もう賞味期限切れてるやろこれ。え、暴走、え、暴走じゃないこれ、え、これ暴走じゃないよ。はは、嬉しい、暴走じゃん、暴走だ、嬉しい。いやいや、弱くない弱くない、今の時点で、あの6の手前で止まんなかった時点で確定してたわ今の。うーしゃー、ナイス、くー、たまんねえ、かっこいい役物が、ナイス。さあ始まりました、始まったわ。
いい当たり方したね。まあ最初はシンジ君モードでいき、ね、早っ。ラッシュ早っ。ラッシュ早くない？消化めちゃくちゃ早くない？これあの保留の音がうるせえ、なんかチュチュッチュチュッチュチュッみたいな耳にくる。ちょ、なんとかならないんだこの保留の音。いや、間に合わない。おお、赤保留だ。これはさすがに当たるやろ。赤保留はどうなん？うん、迎撃2倍速行為。どっち？どっち？うわ、もうクソだわ。もうすでにクソ。俺の中でももうこのラッシュクソ。あ、このラッシュの評価クソ。うわー、なんだよ。赤保留外す。え、一発目の赤保留外す？うわー、ちょっと待って、もう全てが気に食わない。この一発目が駆け抜けって、これちょっとマジやだな。あ、頼む、なんか変化、頼む。次こそは、本当に次こそは、もうさすがに2回連続赤。いいんですか？なんか全回転的なやつ？いいんですか？一発目の当たり全回転？前半赤保留なんで外したと思う？全回転させるためよ。任してよ。ただの当たりなんて求めておりません。あ、はい。あ、ただね、あの本当にちょっと言っていい？あのラッシュがエヴァ15の方がおもろい。もうちょっとこれ保留の音を低音にしてほしい。入るときにピュッピュッピュッって、これをずっと聞いてると頭痛くなる。みんなには伝わんないかもしんないけど、これね、多分ねちょこちょこ思う人多いと思うよ。そう、音量ボタンみたいな音をすんのよ。いやー、なんか発光保留があるから変化保留が全然来なくなってる。保留入賞音がめっちゃ不愉快だね。この音なんとかなんだか。もう終わったじゃねえかよ、何もなく。なんで、どうして。あー、また349分の1を戦わないといけないっていうのがちょっとつらいね。 BGM ダサいし、保留の音うるさい。そう、保留の音がマジで痛い。ラッシュは明らかに前作のエヴァンゲリオンの方が面白い。あんま言いたかないんだけどね、これね、右がねちょっと不愉快。保留の音が特にチョッ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 つって、いや15が良すぎた。普通にいい台だとは思うよ。普通にいい台だとは思うんだけど、そのエヴァ15の完成度からするとちょっと弱い部分はある、うん、そう、次から15でいいやってなるよな。そう、ただ重いだけな気がする。一応ラッシュ突入率は上がってるんだけどね、 70% で 70% 直撃で、さらに、なんだ、時短100ついてくるんで 30% 引いても。だけどまあ 75% ぐらいは、 75-6% ぐらいは入るんだけど、ラッシュの質がねちょっと違いすぎる。東ホールのエヴァ15は現代しちゃったって。いや、でもこの完成度で現代する必要はないと思うんだけどな。349はマジで客飛ぶ。銀、まあ本当に銀エヴァと同じ二の舞になる。あ、これいきなり ST 演出は、いきなり ST 演出これか。これ転廃しても今回確定じゃないんだよね。どりゃせい、転廃しろ。転廃したよ。しかも赤いよ。え、当たるんじゃないこれ。当たるんじゃないの。赤かったよ普通に。レバーちょうだい。え、これレバーがあるよね多分。うわ、ボタンかよ。赤ボタンとかない。
おーっしゃ、ナイス、いったわ、当たったわ。え、これ転廃しても今回当たりではないんよね。前作と違って今作は転廃しても当たりじゃないって聞いたんやけど、え、それはどうなん。うー、気持ちいい。チャンスアップ確定。わー、マジ赤、赤カットインだったから。ナイスナイス。ちょっとまずシンジ君とかやめよう、渚カオルにしよう。当たり確定ではないらしい。外れ見たことない。あ、そうな。いや、わからん。俺もあのリスナーの、おお、なにこれ、ジャグラーじゃねえかよ。カオルくんモードおもんなさすぎる。ちょ、ごめん、カオルくんモードおもんねえわ。ジャグラーじゃねえかよ。ゴーゴーランプついただけやん。あ、赤ボタンだよ。おお、なるほど。ははー、どういうこと。うん、あとは僕がやると。まあ、美味しいとこ持っていくなよお前、あとは僕がやるって。いや、新宿モードはまだ一応ゲーム性はあった、ゲーム性はある。ブーン、いや、切る演出がね、ユニコーンなんよ。ボーンっつって3000発出るわけでもなく、保留の、あ、でも保留の音もちょっと慣れてきたわ。だんだん保留の音も慣れてきた。悪くないか。おお、いいね。何の演出もないぞ、何の演出もないんだけど。いやいや、何の演出もない。右打ちの感想がない。面白いとか面白くないとかを、そういうことを言う前に、なんか何も特に言うことがない。早く当たりすぎてる。演出がない状態で当たるんだけど、さっきからずっと。前半は即当たりが来やすい、多分。うん、間違いないね。今んとこ全部即当たりだし、いいよ、転売していいよ。あ、待って、青保留だよ、直脇の青保留。前作だったら熱いパターンになることが多かった。今回は、うわー、マジかよ、これか。言ってるのは直脇の色保留で全然転売しませんよっつって、こういうことか。前作みたいにこう期待できるものではないんだね。まあ、15に慣れてると直脇がさ、めっちゃ熱いと思っちゃうやん。今回は変化が熱いんだって。まあ、リゼロだね、やっぱスマパチの派遣はリゼロだよ。うわー、また終わる、早いな俺終わるの、マジでラッシュだな、続かねー。なんかない、この右打ち中の、あの右打ちじゃない、最後のリザルト画面になんか法則性とかないか。映像はやっぱ前作より、まあ当然ですけど、映像は前作より綺麗だね。うわー、5枚目いくかこれ、5枚目いくよ。あんまりなんかその気負いをしてない時、おお、何これ、これあれと一緒か、前のやつか。あ、今からチュイーと頼む、来てくれ。お、目が光ってるよ。おおおお、いたいたいた。え、第13号機これ最強リーチだよね、多分。これ前作と同じで言えば最強リーチだよね。13号機リーチ、パチンコオリジナルリーチだから前作と同じだよな。エヴァ15のエヴァ最終号機と一緒だよね。熱いんじゃない。なんか赤テロップ、赤タイトルとかありそうな感じだわ。これ行くんだ、7割くらいあるか。いや、赤テロップとか欲しい。おお、なんか槍持ってる、熱い。 70% いける、頼む。 V ランプってついてないかな。うわ、ついてない V ランプ。
チャンスアップどこにある、あこれか、ガブレ1回か、ガブレ1回、ガブレ2回は、うん、最後にするんだ、頼む、倒せ倒してくれ、頼む、うわ嘘だろ、なんでなんこれ、お入賞フラッシュだ、あ待って、先読みチャンス入れてる、俺先読みチャンス入れてるからワンチャンあるんじゃないのこれ、うわもうこれじゃやめてくんねえから、これこれクソみたいなリーチしかいかなかったのね、うわー、奇数シングルテンパイ、どげなもんですかこれ、どげなもんですか奇数、まあでも 7割奇数、奇数っていうかね、わっ外れたいよ、やめてくれよ、ここは行くでしょう、ここはさすがに、うん、こっから覚醒、え、こっから覚醒はない、これもう無理だな、なー期待度がおしまいです、これチャンス、先読みチャンスアップモードに入れてる時点で、先読んだ時点で何パーぐらいあるんだろう、あの基本的に外れ対応のマリちゃんリーチの共闘ルートしか行かないんだよな、P 勝ち込み完了、5000発ぐらい出てたよ、5000発全部飲ましたよ、5000発全部飲まして、おい線かまして、今5枚目が解ける、期待度的なもんも分かんないけど、おおお先読むかこれ、もう一回、うわ投げ、これダメか、ここかよ、他はろくな身体形状変化がないくせに髪だけは伸びず、人間である証しじゃない、どうなんですかこれ、何ブンダー発進、あデュアルソー 2号機か、めちゃくちゃ久々にリーチかかったと思ったら、ちょっとね、避けた、避けた、あ避けたら覚醒、え、あ覚醒、これ覚醒か、共闘ルートじゃなくてこれ覚醒ルートに行くんよね、ビーストっつって F 型みたいなもんやな、あレバー準備だって、おーおお、はい、あーナイス、いいね、先読みもなんか当たったわ、ちょっと待って、覚醒ルートやっぱ熱いね、共闘ルートより覚醒ルートの方が熱い、あよかった、ギリギリなんとか4時前に当たった、887、15と違って一味違うな、頼むよお前、ここはマジで頼むよ、取ってくれよ、格変取ってくれよ、うん、おい先読みせえや、おいこれこんなに30引く、今日4回当たり中2回、じゃあ頼む入れ、うーわーマジかよこれ、なんでこんな30パー引くん、おいおいおい、もう何回チャンスタイムやねん、なんでこんなに30パー引くの、もうこれだったらもう319の方がいいじゃん、おかしいぐらい通常来るんだけど、30パーだよね本当に、これ引き戻しもやれてない、うん、そういやこれならピーキでいいってなる、アスカマシになったかもしれません、あアスカ多分マシになってる、そのアスカがシンジ君になって、アスカの前のエヴァの15のアスカリーチがマリリーチになってるの、だからあのマリちゃんが嫌われるゆえんだよな、マリちゃん毎回期待度の低いリーチ担当されるから、だけねみんなマリのこと嫌いって言うよ、
何の奇跡も起きず終わったわ。かーでも悔しいな、ちょっとなんか展開が悪くて。まあでも本当に前作と同じような感覚で打てるから、前作の演出飽きた人にはちょうどいいかも。